プロボディーボーダーの京谷優作です。ボディーボードをやったことない人のための How to ボディーボード初級編、基本をマスターしてボディーボードを楽しもう。まずは道具の使い方。リーシュコードをボードに取り付けます。手首用と腕用の2種類あり、どちらも金具が体の方に向くようにつけましょう。次はフィンです。裏表があるので確認しましょう。左右違う形のフィンもあります。どちらが右か左かもチェックしましょう。フィンはふとした瞬間に流されることもあるので、流れ止めもあると安心です。滑り止めとしてワックスがあります。デッキ面の手からひびがつく少し下まで塗ります。ボードコントロールができなくなるので、お腹の位置には塗らないようにしましょう。ボディーボードの各部分の名称です。これを覚えておくと、この先の説明が頭に入りやすいです。ボディーボードの基本姿勢です。腰骨がテールに乗るぐらいの位置に乗ります。人差し指と中指はノーズ、薬指と小指はレールに引っ掛けるように持ちます。腕は軽くハの字に開き、肘はデッキからはみ出ないように置き、軽く胸を張りましょう。肘とお腹でバランスをとります。ボディーボードは沖に行くとき、波に乗るときにバタ足が必要です。基本姿勢の状態でバタ足をします。バタ足は水の中で蹴ることが早く進むコツです。軽く膝を曲げて、膝下を使いながら足の甲で水を捉えるイメージで、沖に行くときは大きくゆっくりとバタ足、波に乗るときは小さく早く蹴りましょう。さあ、海に入ります。フィンを履くと歩きづらくなりますので、慣れるまではゆっくり海に。水に入るとさらに歩きづらくなるので、後ろ向きになって波を見ながら歩きます。ある程度深くなったら基本姿勢をとってバタ足で沖に向かいます。波が来たら、目線より低い波はノーズを上げて波を上から越えます。目線より高い波はボードにおでこをつけるようにして潜って越えます。波の乗り方を覚えましょう。右から左からでもどちらでもいいので、波を見ながらバタ足を始めます。波がテールに当たるぐらいまで近づいたら、肘を浮かせるようにしてノーズを押さえ、バタ足を続けます。うまくバタ足ができていればボードが走り出します。ボードが走り出したらバタ足をやめ、肘を元の位置に戻し、肘が90度になるまでボードに乗り込みましょう。波に乗れたら、あとは波の力に任せて乗れるところまで乗っていきましょう。いっぱい波に乗ってボディーボードを楽しみましょう。